中土佐町呉大正町市場にある串焼きポン吉。店主の工藤さんはこの町で食べたカツオが忘れられず、6年前に香川から移住してきました。この町来た時にカツオがすごい美味しくて、でなんかこの町来たいなと思って移住してきたのがまず始まりですね。でその中でこう大正町市場さんに根付きたいなっていうことがあって、でそれで食べ歩きっていうのがあったんですよ。食べ歩き何がいいかなと思って、串焼きとかしたら食べ歩きできるなと思ってて、その中で何を販売しようかって思ってたら、ハランボっていうのに目をつけて、食べた時に何これっていう、カツオたたきが好きで来たんですけど食べてみたらすごい感動したんですよ。結構高知県では結構主流な食べ物だったんですけど、県外の方にはまだそこまで浸透してなかったんで、こう町おこしではないですけども、これを有名にしたいなと思って、でハランボの串焼きにしてっていうことで始まりですね。それが最初は認知度もやっぱり知名度もなかったんで、こうなんていうんですかね、お客さんは素通りしたりとかしてたんですけども、やっぱりその町の人たちがこうあそこのもいいでとかっていうことによって、ちょっとずつお客様がこう来ていただいて食べてもらって、でお話しすることによってこうリピーターさんが増えたりとか、こう美味しいとかっていうふうに食べて手に取って食べていただけるっていうのが増えていたんで、応援していただいているの一言ですね。大正町に確実に根付くっていうこと、ここに来たら串焼きポン吉のハランボ食べようって目当てで来てくるお客様を一人でも多く増やしていくっていうことだと思います。海と日本。